富田会長は1977年爽やかの前身となるコーヒーショップ爽やか菊川本店をオープンし今では34店舗となり多くの人に愛される店を築き上げました富田会長は昨日老衰で亡くなったということです87歳でした爽やかは富田会長を忍び明日全店で臨時休業するということです